山本収五郎失恋第六番一東方合成樹脂の連絡課でいらっしゃいますかはいさようでございますおそれ入りますが課長の千田さんをお願いいたしますこちらは楠田と申します どなた様ですか。秘書の宮田俊彦はちらと空っぽの課長席を見る。もしもし、あなたはどなた様でいらっしゃいますか。クスダと申しますの、マクスウェルのクスダとおっしゃってくださればわかりますわ。少々お待ちくださいまし。秘書はすぐに理解ししかめつらをする。 銀座のマックスウェルという店のレジスターにかわいい子がいて課長が近頃熱を上げているということを何ほどのことやあらん秘書はハンカチで鼻を覆い作り声のバスでこう答えるああ千田です千田二郎ですどなたですかな <laughs> 何ええー、よく聞こえんですなくす はあ、マリコさん、はて知らんねえおほん人違いじゃねえこのごろよくこういう電話がかかってくるがだれかわしの名をかたって喜女を誘惑するものがあるんじゃねえおほん先週なぞは赤ん坊を抱いた婦人が泣きこんできたくらいじゃわしはすぐに警察へ行けと教えたがねあなたもそいつにだまされたんじゃろ ああいやそんな精神だから隙間に引っかかるんじゃご本きっぱりと手を切りなさいさもないとひどい目に遭いますぞ扉を開けて千田次郎が入ってきた宮田秘書は慌てる急いで会話を結ばなければならないとにかくそんなわけですからこちらも調査をするがあなたも注意してくださいでは 受話器を置くとすぐタイプライターに向かう。次郎は秘書の機械な声にびっくりして立ったままじっとこっちを見つめている。秘書はキーをたたきながらニットはい笑いをして座席をする。今喉へ蝶々が飛び込み、いや蝶々じゃございませんわ。カ <laughs> デございますわ。喉へ蚊が飛び込んだんですの。 めんそれでもぬるんだねすぐに次郎は安心して椅子へかけるもう蚊が出るのかね僕に電話がかかってこなかったかい <laughs> 喉の中へ電話はございますめんそれはぬれませんわ社長さまはどんなご用でしたの 軸用で晩飯を食べるんだってさ今夜6時からねお袋も一緒だったよ次郎は時計を見る4時10分前である僕は約束があるんだ電話がかかってくるはずなんでね3時半頃には間違いなくって約束なんだ秘書は打ち終わった紙を抜き呼び輪を押し 前に打ったものと重ねて揃えるそれから机の上を手早く片付け印字機の蓋をし鍵をかける給仕が入ってくるとそろえてあった書類を渡してやり椅子から立つでは私今日はお先に帰らせていただきますこれが金庫の鍵こちらがブースの鍵でございますからここへお置きいたしますそして回答と帽子を取る。 次郎は珍しそうに眺めている街灯も帽子も流行遅れの方だし恐ろしく地味な色だ身につけると5つも老けて見えるおまけに抱えたカバンは古ぼけて黒い男持ちのような品である次郎は我知らず自分の鼻をつまんでひねるおお街灯に帽子にカバンか。 しかしあんまり街灯であり帽子でありカバンでありすぎるんじゃないかそいつは検事派か急進そうだよ。電話をお待ちになるのでしたら応接室へいらっしゃいませ。宮田城はこう言いながら扉を開ける。4時限りで交換台は閉まりますから。ではお先にごめん遊ばせ。次郎は応接室へ移って待つ。 隣が宿直で時間過ぎの電話はそこだけにしか通じない社員たちが去り掃除婦が椅子をガタガタさせ始めた次郎はタバコに火をつける4時15分足を組んで反る待つのはお手の物だ何しろ硬い約束がしてあるんだからしかし4時40分 彼は立って街灯を切る。午後5時彼は人混みのすき屋橋を渡っている5分後洋菓子喫茶店マクスウェルの扉を開けるレジスターは別の少女である彼は混雑している店内を見やりレジスターへ行って尋ねる少女は婦人客に釣り線を渡しながら「楠田さんはお休みでございます」と答える 郎はすぐに外へ出るどうもわけがわからないランデブーというと決まってこれだぼんやり銀座へ出て尾張町の交差点を越す向こうの街角で群衆が騒いでいるわっと崩れたら武装警官の走ってゆくのが見える銀行ギャングだそうだこんな話をしながら行く者がいる 丸の内の山椒銀行で50万円の札束を拳銃をパンパン撃って5人組だとさこっちへ1人追い込んだそうだこんな断片が聞こえた時間はまだ早い彼は三原橋を渡って右へ曲がるクラブで人格セルでも一杯やっていこう 病院停止とあればおそらく酒は出まいからが呪力ビルのバッカスクラブは扉が固く閉まって誰のいる気配もなかった6時15分軸用の座敷に千田親子が滞在しているうなぎ料理でも名高いこの家は戦後に建てたにしては凝ったすき家造りで 周囲にぐるっと黒い田兵衛が回してあり庭も念入りにできている仁一郎氏は頭の毛が白いしかし眉毛と口ひげは黒い二郎によく似たなかなかの講談師であるテーブルの上にはグラスが2つ昔懐かしい銀の大型のポケット容器を置いて素晴らしい好奇のある琥珀色の酒をついでは飲む親子ともあまりしゃべらない 話はいわゆる白文ですこぶる飛躍的でありまったく友達同士のようであるもう早くはなかろう次郎お前もらわないか嫁をさそうだなあ悪くはないがもう20分すぎだよ遅いじゃないかおふくろは遅くはないさおい話をそろすな 僕はいいけれど先方が災難だろうそれについてはキケロが言ってるいやキケロといえば聞いておきたいことがあるんだがどうもおげせないんだがねこのごろ何かあるのかいおふくろが心配しているぜジ郎。嫁だって心配するさもらえばね 6時半じゃないか飯にしないかねはぐらかすなよ何かあるんだろうすぐわかるさ大したことじゃない次郎はのんびりと立ち上がる手洗いはどっちかね廊下を曲がっていって突き当たる窓から見える街に明かりがついている 植え込みの目だけの葉に風が渡り空は一面の星だ戻ってみると母親が来ている若い着飾った日本髪の娘が母親の脇にうつむいて座っている遅くなってごめんなさいよ次郎さん美容院で時間を取られちまったもんだからそれに車を見つけていたので余計暇を潰しちゃったのよこれなら歩いてくればよかったわ。 ねえ。連れの方も振り返る娘は「ええ」と頷くが顔はあげない女中が食い物を運び始めるおふくろは一人でしゃべる仁一郎氏は早速箸を取り次郎はまだグラスを離さない時々じろっと親父の顔を見る「変なまねをするなよ」と言いたいわけだ 親父はそ知らぬ顔でうなぎをつついているおふくろは娘に食い物をすめながら近頃の美容師が日本紙を言う格好はうどん屋が竿へうどんを干すようだなどとわけのわからないことを言っているなんだ郎が突然目を見張る。どこかで見たようだと思った君かい娘が顔を上げる 俊子城である「君かい?」って次郎さん母親がびっくりしてこちらを見るあなた今まで気がつかなかったんですかおやじがふき出した俊子城も赤くなって笑うおふくろは最後に二郎の戸惑いをした目つきを見て笑いだすまさか今まで気がつかないなんて。 こう言って笑う。ってそれから年小僧を見て言うだからあなたも少しはおしゃれをなさらなければだめですよこのとおりすぐ証拠が次郎はグラスを置いてうなぎの皿を引き寄せるふいに障子が開いて若い男が入ってきた黒いジャンパーにゴムの短靴を履いているその靴のまま部屋へ入って後ろ手に障子を閉め 右手の拳銃を見せながら静かにしろというすごいほど青ざめた顔で左の方に泥まじりの乾いた血がついている肩で苦しそうに息をしながら仁一郎氏の後ろを回ってハンマの戸棚の開きを開ける話を続けろ動いたり俺のいることを教えたりするとぶっ放す来るまでに3人もバラしているんだいいか 男は中へ入って開きを閉めるブスッと音がして襖へ穴が開くここから見ているぞ話を続けろそしてあえぐ仁一郎氏は息子を見るお袋は真っ青になり箸を持つたがひどくおののいている敏子城の額も白くなった次郎は畳の上を眺める おい君畳に靴の跡があるぜ。どうする？拭いてくれ。戸棚の中からだ。ただし、変な真似をするとそれっきりだぞ。他のものは動くな。早くしろ。次郎は立つ。敏子城がハンカチを出す。それを受け取って、彼は畳の上を吹く。障子を分けて。 庭からすぐに来たものであるすませて障子を閉めると庭の方へ人がどやどや入ってきた「香取線香を買わなくちゃいけないなあ」「次郎が箸を持ちながら言う父さん窓へ網戸を入れるんですね今年は」でないと。 どこの話だいそれはまだ3月だぜ事務所ですよ喉へ飛び込んだから社員がみんなへんてこな声になっちまう本当ですぜ僕はびっくりしちゃった丸ビルの3階に蚊が出るかねそんな話は聞いたこともないぜ宮田くんが知ってますよ こうう言おうとしたとき廊下へ人が上がってきた失礼しますこう言って障子を開けた私服と武装警官が六七人いる部長の腕章をつけた人が素早く室内を見回した3 いあ誰も来ません二郎が答えたさっきから4人で食事をしていますが何か間違いでもあったんですか確かにこの庭へ追い込んだんですが拳銃を持った凶暴な奴なんでおかしいな二郎は上着の裏を返してみせ目まぜをした部長は黄色ーーのバッジを見 彼のめくばせを認めた。次郎は笑いもせず箸を置く。他をお顔を探しになったらどうです？もしこっちへ来たら知らせますよ。それではお願いします。部長は睨むような目をした。しかし大変凶暴なやつですから注意してください。お邪魔しました。彼はにわえさった。 次郎がしゃべり出す。仁一郎氏だけはさすがに落ち着いたが母親も年小嬢もまだ恐怖のために身動きもできない次郎は母親の前にある風呂敷包みを解いた重箱で中には握り飯が入っている「出てきたまえ」と戸棚の男へ呼びかける「腹が減ってるんだろう?」「もう大丈夫だ」 出てきて飯を食いたまえ。心配はないぜ。開きを開けて拳銃を持ったまま男が出てくる。野獣のような目だ。震えている。次郎は皿の上へうなぎを集め、にぎり飯を三つ乗せて出してやる。男は開けたままの開きの前で後ろ下がりに戻って座り、片手でガツガツ食べ始める。 こっちを見るな話を続けろ女たちを返したいんだがね仁一郎氏が言う怖がってかわいそうだがどうだねうるせえじっとしたろ動くとぶっ放すぞ茶をもらおうか二郎が聞くそれとも着付けにブランディをやるかあるぜ こっちを見るな、自分たちだけで話してろ欲しけりゃ自分で取る断っておくがつまらねえまねをするなよ9人組の強盗団というのを新聞で読んでるだろうそこいらのチンピラとは違うんだ話を続けろ次郎はまたしゃべりだす仁一郎氏はたばこに火をつけおふくろと年子城もようやくまた箸を手にした まもなく廊下へ足音が聞こえた素早く戸棚へ入って開きを閉める障子を開けたのは茶を持ってきた女中であるなんだい今の騒ぎはどうもはいすみません何ですか銀行ギャングが逃げ込んだとか申しますの横の木戸から入るのを見た人があったんだそうですけれど怖いことね お袋の声は震えはるそれでまだ探しているんですかいいえ今しがたみんな帰りました車を呼んでくれないか次郎が言う僕と親父だけ先に帰るからね承知しましたと言って女中が去る出てきたまえ君次郎が呼ぶ

それから服を脱いでジャンパーの懐へ入れる足が震え目がつり上がっている最も危険な瞬間だすぐ車を返しますから父さんの街灯と靴はそれで取りにやってください次郎は気分をそらすためにわざとさりげなく言う宮田君 その握り飯とうなぎの余ったのをお重へ入れてくれないか風呂敷へ包んでねそれから自分も街灯を切る午後7時15分次郎と男を乗せた自動車が軸用を出る千住駅まで男が命ずる800円やる。 運転手はいいい。顔をしない男は200円増す車は回って循環道路へ出る二郎の左の脇腹には硬いものが当てられている男はしきりに胴震いをし口の中で何かつぶやく江戸橋のたもとでカーブを切った反動で二郎の体が男へのめりかかった。 その時次郎は左の手で例のものを下へ押し付け右手で男の顔を殴った真正面から目と目との間へ性格を極めたストレートである街灯の下でブスッと拳銃が鳴ったしかし次郎の拳は猛烈な勢いで2撃3撃男は目がくらみ悲鳴を上げて顔を背けた 次郎は落ちた拳銃を拾う男は鼻血を流し傷ついた犬のように頭を振る目が目が見えねえ畜生、殺せ大げさなこと言うなよ次郎は男の両腕を後ろへ回しそれを絞るように抱え込む運転手く すまないが丸ビルへやってくれないか戦時はもういいよ脅かさないでくださいよどうしたんですけんかですか酒癖の悪いやつなんだね酔うと暴れるんだしかしもう大丈夫だよじっとしている方がいいぜ君今度は本当に目をつぶすよ 7時40分。二郎は男を連れて丸ビルの階段を上っている男はハンカチで鼻を押さえ目をつぶったままに引かれてゆく目は両方とも紫色に腫れ上がり絶えず涙が流れる3階の事務室宿直の社員がびっくりして立つ「いや何でもない友達が酔ったね」 怪我ででもなすすったんですか？こう言ってすぐ思い出したらしいああ三度ばかりお電話がありました梶原さんという方からですが次郎は連絡課の仕切り室の鍵を出す中へ入ると男を窓際の長椅子にかけさせ扉に鍵を下ろして宿直室へ戻った。 ヤン。梶原から三度も電話だって。次郎は救急箱を取り出しながら聞く。電話はなかったかね。お屋敷の方へもかけたんだそうです。ここに番号が書いてありますが、見えたらすぐ電話を欲しいということでした。次郎は洗面所へ行く。タオルを水で絞り、ブースへ入る。 じっとしていたまえ今手当てをしてやる彼は血を拭いてやり救急箱を開けるひとつゆっくり話をしよう殴ったりなんかして失礼したねしみるかもしれないがちょっと辛抱したまえ薬を塗ると男は鋭くほえ頭をそらしたよしてくれキザなまねはたくさんだ型をつけろ 仲間がこの礼はしてくれるその時う顔を背ける。あ目がつぶれちまうやめてくれ両目から頭へ包帯を巻く。安静に頼むよさもないと本当に目が見えなくなるからねいいかい僕はちょっと飯を食ってくる。 次郎は扉に鍵をかけて出る。洗面所で顔を洗い宿直室へ行ってお重を開く彼は軸用では食事をしなかったのであるその番号を呼び出してくれた前うなぎはもちろん冷たかった電話は間もなく通じた梶原が出ているだがいつもの貴族的な調子はなくて力のない ひどくせかせかした言葉つきだった今築地の聖ヨセフ病院にいるんだ来られたらすぐ来てくれないか沼井がけがをしてね沼井がよほど重いのかいまだはっきりしないがことによるといけないかもしれないみんな来ているんだ問題は車だがしかしいやすぐ行くよ 次郎は食事を片付け宿直の職員にブースの監視を頼んだもう50に近いその社員は拳銃を渡された時生つばを飲み頬の菌を引きずらせた目が見えないんだから大丈夫何もしやしないよ時々部屋の前で靴音をさせればいいんだしかし万一の時は打ってもいいから逃がさないようにと言って次郎は事務所を飛び出した 有楽町まで走りそこで車を拾った病院では受付のところに橋本五郎が待っていた横浜の夜以来初めて会うのである握手をすると彼は2階だと言って案内した磨いたように清潔な廊下を2階へ上って曲がるとついそこの扉の前に森口乙彦が立っていた彼は次郎の手を握ると そのまま廊下の端にある喫煙所へ連れて行った電灯が明るいので白の椅子カバーがまぶしい森口はタバコを出す拳銃で撃たれたんだ一発は腹から脇へ抜けたが一発は脊椎骨で止まっている森口はライターをつける摘出のため回復したんだがいけなかった心臓もひどく弱ってるらしい 今ちょっっと眠ってるが。しかしどうしてどこで撃たれたんだ丸の内の山椒銀行で強盗事件があった5人組が自動車で乗りつけ金庫を開けさせて80万円を強奪した球児の1人がうまく抜け出して近くの日比谷署へ知らせたので彼らが銀行から出る途端に警官たちが駆けつけた打ち合いになり3人は車で逃げ 一人は捕らえられ一人は銀座方面へ逃走した沼井は偶然その近くを歩いていた映画を見た帰りだそうだ人の騒ぎと拳銃の音を聞いて走っていったすると向こうからマリのように飛んでくるやつがある無謀で黒いジャンパーを着ていたそうだそいつがいきなりこう言って森口は 持っているたばこの火をじっと見た沼井はまだ何もしないし何を言いもしなかったそれをいきなり2発やった沼井は打たれたとは思わず何かにつまずいて倒れたと思ったそうだすぐ起き上がりながら見るとその男は有楽町のガードの方へ走っていく沼井はもがいたが足が立たない そこへ警官が追ってきたので逃げていった方向を指で教えたそして気絶した銀座の街角で騒いでいた群衆通行人の話していた銀行ギャングという言葉次郎がそれを眺めながら歩いていた数分前に沼井は教団を浴びて路上に倒れていたのだ無謀で黒ジャンパーの男 用の座敷9人組の強盗団というのは有名かね次郎が今度はタバコを出すライターってやつは壊れるようにこしらえてあるんだな去年の春頃からだね森口が自分のライターをつけて出す銀行専門にやらしていたが最近ちょっと鳴りを潜めているようだ うののそれとは違うのかね。さっき一家の部長が見舞いに来て言っていたが違うらしいね彼らはこれまで必ず9人で組んで仕事をした今日のは5人だからね捕まえた1人を調べてるが今のところ9人組とは別のものらしいということだった廊下に靴をとがして梶原宗介が戸口からのぞいた。 彼は二郎に軽くもくれすると「来ないか?」と低い声で言った三人はすぐ喫煙室を出た二人の看護婦と入れ違いに病室へ入る鉛色になった沼井の顔がぞっとするほど大きく目を見張ってこっちを見ている二郎はのんびりと片手を上げながら枕元へ近寄っていった <お>あ,あ、うん、だ。君か。沼井雄作はうなずいて歯を見せる。どうした。ランデブーはうまくいったか。それがね、今度は待ちぼうけさ。こっちがね。うなぎを食べちゃったよ。 ううなぎをどうしたっぬまいはぎゅっと眉をしかめる相変わらず妙なことを言うな妙なことはないさ少なくともうなぎには妙なことはないんだ孫ついたのはむしろ次郎はちょっと口ごもるあれだよ珍しい偶然なんだろうがね いきなり言ったんでは信用できないだろうが「君はうなぎは嫌いかい?」頼むから今俺を笑わせないでくれ沼井は歯を食いしばるほっといてくれ次郎はうなずくそして静かに後ろへ下がる沼井は頭をゆすりちょっと三人の顔を見る ししかしすぐに低くうめきながら目を閉じるなま鉛色の額に油汗が浮いて垂れた髪の毛が粘りついているふとぬまいが大きくあえぐそしてこうつぶやく「W 観作 O7 な。」o、頭がぐらっと片方へかしぐさっ パリと行こう。3人の表情が石のように硬くなる室内をさっと風が走ったようだ二郎は頭を垂れ静かに病室から出る梶原がついてきた医者は絶望だとはまだ言わないよくわからないが問題は心臓らしい腹膜の炎症の更新が止まったら もう一度弾丸の摘出をやるそうだできるだけの手は尽くすと言っている廊下はほの暗く寒い次郎は街灯のボタンをかける僕は帰らなくちゃならない一緒にいたいんだがね彼は帽子をかぶる。不思議な偶然で黒ジャンパーの男を捕まえた。 訳は後で話すが事務所に押し込めてある沼井を打ったやつなんだ君がそいつを捕まえたって9人組の強盗団だって威張ってたそれで警官に渡さないで僕がもらったんだ次郎は階段の方へ歩き出す彼らの本拠を知りたいと思ったね だが沼井を撃った男とは知らなかった容易なことじゃないぜやつらはその点馬鹿げて口が固いからなしかしそれじゃあずっと車にいるんだね帰りにちょっと警視庁へやるがそれからはずっといる変わったことがあったらこう言いかけて次郎は梶原の手を握る頼むよ 外へ出ると肌を切るような風だった彼は街灯の襟を立てて帽子の前を引き下げた嫁にも白く道から埃が舞い立っていた待たせ置いた車で警視庁へ行く捜査一課で30分ほど話して出る風は依然として強い11時5分前に事務室へ帰る そしてすす。ぐに男を休業室へ移す車内に急病人などが出た時休ませる部屋だ窓は金網入りガラス寝台のほかに脇テーブルと椅子狭いのにガランとした感じで暗いそこは事務室の西の端にあたり元来は物置場であった窓の外は非常所になっている次郎は男を寝台にかけさせ 自分は椅子を引き寄せた。君は大野木太一という名を知ってるね彼はこう口を切った彼は今警視庁に捕まっているんだがねしかし僕は今別のことを話したいんだ聞いてくれるかい明くる朝の7時次郎は寝不足の目をして出てくる。 応接室から食堂へ電話をかけ朝食の弁当を取り寄せる届けてくると丼と茶道具とそれを載せた盆をきれいに拭きハンカチで持って休業室へ持って行く男はすでに包帯を取って寝台に寝そべっている飯を食べたまえそして眠るんだね彼は弁当を脇テーブルの上へ置く断っておくが 逃げるななんてことは考えいいい方がいいぜ。僕が大野木太一のことを警視庁で聞いてきたそれだけで説明は十分だろうまた後で来るそしてもっと仲良く話をしよう午前11時次郎は車をセ芳病院へ乗りつける梶原と橋本は寝ていた 森口淳彦と喫煙室で10分ばかり話す沼井はまだ危険状態を脱し,しないしかし心臓の調子が良くなり腹膜の炎症の更新が止まったという羅漢さんの目も腫れぼったいが顔にはやや明るさが出ている次郎は帽子を持ったまま自分の方の経過を話す警視庁に捕まっているやつは大野木太一といって 強盗の善かがある。当人は絶対無言の行で何にも言わないが指紋台帳で分かったんだそうだ俺のは懇談を始めたばかりさ体当たりだ事務所なんぞに置いて危ないな専門家に任せた方がいいんじゃないかそれも悪くはないが懐へ入ってきた鳥だからね次郎は椅子から立つ それにぬまいのことがあるからね。こいつだけは自分の手でやってみたいんだよじゃあ帰る途中次郎は銀座で車を降りる何のつもりもないぼんやり歩きたかったのだがふと思いついて横丁へ曲がる他の店と同じようにマクスウェルも婦人客が四五人いるだけで閑散だ扉を開けて次郎が入ると レジスターの少女が突然ツンとそっぽを向く楠田真理子城である彼はちょっと戸惑いをする呼びかけようとしてだが不決断によくへ行き椅子にかけてコーヒーを命じた六二郎はコーヒーを三杯飲んだ 嬢は全然こっちを見ないツンと鼻をそらして往来を眺め指でカウンターをたたいているそうしたら驚くじゃないの婦人客の一人が能弁に話しているあの人ズロスをはいていないのよいくらなんだってそういう人なんだガンちゃんっていう人はそれでどうして どうしてってって。次郎は伝票を持って立つ。マリコ嬢はえへんと咳をする。昨日はどうしたの伝票を出しながら彼が聞く。ずいぶん待ったんだぜ、電話を。おコーヒー三杯でございますね。六十円いただきます。休養でもあったのかい 僕は4時40分まで待ってそれからここへも来たんだよマリコ嬢は邪剣に水筒機を鳴らし断固としてそっぽを向きツンとして釣りを出す40円のお返しでございます余計なことですけれど私なんぞより赤ちゃんのあるご婦人を大事になすったらよろしいでしょう赤ちゃんのあるご婦人だってえ何のことだいそれは 人間はたまには自分の今をガラス窓の外からのぞいてみるものだとステファヌ・マラメルが申しておりますわね式場なんて女性が解放され自覚した現在ではアナクロニーズムだわこれでわからなかったら合成樹脂の連絡会お聞きになったらいいでしょ課長の千田二郎さんが詳しく説明してくださいますわ客が入ってくる奥から婦人客たちが まだがんちゃんの話をしながら立ってくる。次に入ってきた客が家事のケースをのぞく。次郎は自然後ろへ下がる。マリコ嬢は愛想よく婦人客の感情を受け取り別のお客の質問に答える。次郎は不決断に外へ出る。なんだかわけがわからない。まずいコーヒーだ。それに女というものはなんと。 いい。やでわわけがわからない多分急にヒステリーでも起こしたんだろうおまけに罪もないマラメルなんか引き合いに出して10時20分彼は工業クラブの地下室へ食事用しに入った午後1時15分次郎は社へ帰るブースでは宮田城が忙しそうに仕事をしている 昼食の休みに買ってきたのだろう彼の机の上に花がさしてある街灯と帽子を脱ぎ届いている弁当の盆を持っている宮田城が目尻で見ているのを無視しながら休養室では男が高いびきで寝ている次郎は持ってきたのを脇テーブルの上に置き眠っている男の様子をしばらく眺めた目はまだ両方とも紫色に腫れているが 手足を投げ出し顔をかしげて大変よく熟睡している次郎はそれと離れるそしてけさ方食べた弁当ののっている盆をハンカチでもって廊下へで扉に鍵をかけるブースへ戻って空の弁当箱や湯呑みや盆を汚さないように包む「あの男をどうなさいますの?」宮田城がペンを動かしながらこっちを見ずに言う。 何のためにあんな人をここへおおきになりますの服を新調するんだね次郎は包んだものを抱える君は若くてびっくりしたぜ器量よしじゃないかゆうべ初めてだがおふくろもそう言っただろう少しはおしゃれもしなくちゃねほんとうだぜすぐ帰ってくる 彼は車で警視庁へ行く。捜査一家で昨夜の部長に会い、包んできたものを渡す。部長は包みを開け、ハンカチでそっと盆を取る。前によく拭いてあるんですな。おお、では多分取れるでしょう。お持ちになりますか。待たせてもらいます。急ぎますから。自動車が見つかりましたよ。 部長はそれらのものを鑑識課へ持っていくように命じ椅子へ戻りながらこう言う今朝早く池袋駅の近くの焼け跡に乗り捨ててあったのですええ例の3人の乗って逃げた車ですよ番号で調べると三河島の共栄商会という店の所有で昨日の午後4時ごろにガレージから盗まれたものだそうです 三河島という地名が二郎の耳に強く響く昨夜あの男は千住駅へ行けと運転手に言った千住と三河島方向は同じだ部長はさらに大野木太一が相変わらず口をきかないこと3人の足取りがまだ不明なことなどを告げる二郎はじっと聞いている アナクロニーズムという言葉がふと頭に浮かぶ無連絡だがひどくおかしい。それで咳をしてタバコを取り出す40分後鑑識科の者が報告に来る指紋は検出されたけれども大腸には該当するものがない前科はないようだ次郎は礼を言って立った 持ち帰ったものを食堂へ返し3階へ上がるとすぐ社長室へ行った今夜もここへ泊まりますと断る仁一郎は不機嫌に息子を見るこちらは触らぬ顔で「一本いただきますと」と壁際の戸棚を開けて酒瓶を取り出すそして仁一郎氏のやや激しい咳払いを聞き流して廊下へ出る ブースでも彼を迎える秘者の目は暖かくない街灯と帽子と酒瓶を置き話しかけられないように素早く脱出する休養室では男は寝台に腰掛けて両目で目を押さえていた飯は食べてやるいいかげんにどっちか型をつけてくれ男は脇を見ながら言う どう間違えたって仲間の居所なんかいいやしねえ。無駄な真似はよした方がいいぜ。君は昨夜からそれを言い続けている。次郎は平然とつぶやく。仲間の義理。なるほどね。君は確かにそれを守るだろう。だが君に対して仲間が。 同じようにその義理を守るかねお前さんたちにゃ <laughs> 男はあざけるように唇をゆがめるまるっきり別の世界さそうかもしれない僕には君たちの仲間に友達がないからねだがそれでもやっぱり信じかねるんだ強盗殺人 人を殺し物を盗む人間が仲間の義理に限って固く守る事実なら見たいもんだ次郎はゆっくりたばこを出しつかないライターをしきりにこするところで君には前科がない年もおそらく2しか5だろう。こんな仲間に入ったのもそう古いことじゃない だだ。が他の,のは常習者者は職業的犯罪者だと言ってもいいだろうそういう仲間が自分を犠牲にして君に対する義理を守る奇跡だそれが誘導尋問ってやつかい男は乾いた笑い声を上げるハハ<笑>,笑わしちゃいけねえ いや、遠慮なく笑いたまえ大野木太一くんなどは大変元気に笑ったよようやくタバコに火がつく次郎はゆっくり二三度ふかして糸もさりげなくつぶやく君とはまるで違うね大きな差だよ大野木がどうしたって言うんだ男の目が鈍く光る 次郎は静かに立つ。タバコを手に持って赤い火をじっと見つめる。いや、なんでもない。彼はどうもシェしないよ。次郎は戸口の方へ行く。晩飯の後でまた来る。いっぱいやろうがね。扉へ手をかけたと時、男が後ろから飛びついた。 両手で二郎の首へつかみかかり死に物狂いに締め上げる二郎は下半身を前へ滑らせる男の獣のような荒い呼吸が耳を打つ二人の体が傾きタバコの火が男の顔でパッと光る「なぜ<っ>!?」という叫びとともに組んだまま脇テーブルを押し倒し寝台へ飲めるその時条件が逆になる。 次郎の拳の片方が男の腹へ片方が目と目の間へ飛ぶ男は悲鳴を上げながら身をねじるだが次郎はその襟をつかみ真正面からストレートで鼻柱を殴るガンガンと容赦なしの思い切って痛烈な打撃である男は両腕で表を塞ぎうめき叫びながら床の上へ倒れたが 郎はそれを引き起こしあごをめがけてさらに猛烈な一撃をくれた男ははね飛ばされるように横倒しとなりねいいねえ、目が見えめがえかった、やめてくれ。こうわべきながら転げ回った次郎はのんびりとネクタイを直しズボンをはたきながら廊下へ出る。 何か向こうへ大きな声で命じていたが間もなく救急箱を持って戻り男を助け起こして椅子へかけさせる今夜一緒にうまいブランディーをやろうと思ったのにこう言いながら次郎は脱脂面へオキシフルを含ませるこれじゃ君は飲めやしない手を離したまえ今度は僕のせいじゃないぜ。 目がつぶれたってそう断ってあるんだからなもっと上を向くんだ再び腫れふさがった目と鼻とから血が流れている唇も切れている脱紙面を当てると男は声を狂わせてうめき身をひねる君は山椒銀行から逃げるとき有楽町駅へ曲がるところで一人の男を撃った 次郎は手当てを続ける。一発は脇腹へ抜けたが一発は腹から入って背骨で止まっている腹部の毛管重創はあらゆる苦痛の中で最もひどいものだその男は今激烈な苦痛にさいなまれながら病院のベッドで死と戦っている油汗を垂らしながらね だが君のように根は上げないぜ少しは我慢したまえ男の全身が硬直した腫れ上がった唇が垂れて歯が見えた次郎はガーゼへ軟膏を塗り男の頭の上半へ当てるそれから新しい包帯を出して巻きながらのんびりした調子で続ける夕べ君はいろいろ熱を上げたね 罪は社会にある政治や経済が責任を負うべきだうん確かに理屈だしかし僕はやはり賛成しないね君と君の仲間には賛成できないよ頭をこっちへ向けたまえ。君は軍閥に騙されて戦争へ駆り出されたと言った 戦場で兄さんを殺されお母さんと妹を戦災で殺されたと言った絶望し捨て鉢になるのは当然かもしれないだがそれならばなぜ唐の相手をやらないんだ君をだまして戦争へ駆り出し母や兄や妹を殺したかつての軍閥や官僚になぜ向かわないんだ 君たち仲間が殺したり強奪したりする相手は君と同じように軍閥官僚の犠牲になった人たちだぜ君と同じように兄弟を戦死させ夫を父を我が子を死なせた人たちだぜ嘘だよ君の言うことは嘘っぱちさ そんなことを言って自分の悪事をごまかそうとするのさ君はお母さんも兄さんも妹も死なせやしないみんな口から出任せさ本当ですどうです嘘じゃありません男は歯を食いしばった本当に兄は兄は 8さあ終わった次郎は相手の言葉に耳も貸さず立ち上がりながらゆっくりと続ける「タバコの火が目へ行かなかったのは幸せだったね僕は目を狙ったんだがねおうタバコでしたやけどは痛いそうだしかしほっぺただから」 まあんするんだなちょっと手足を借りるぜ次郎は男の両手を後ろへ回し包帯でキリキリ椅子の背へ縛るそれから両足をそれぞれ椅子の足へ男はもう反抗する様子がないひどく思い詰めるもののように頭を垂れ歯を食いしばってされるままになっている 晩飯は遅くななるかもしれない。それまでゆっくり考えるんだね。君や君の仲間が撃ち殺し奪い取った人たちのことをそれが大なり小なり君と同様に戦争の被害者だということをね大多数の同胞が住む家に苦しみ着るものに苦しみ食べるものに苦しんでいる。 ふさがりの苦しい中からどうかして立ち直ろうと悪戦苦闘しているんだよそういう同胞を君たちは拳銃で撃ち殺し重傷を負わせ物を奪ってゆくんだ考えてみたまえお母さんやお兄さんや妹さんを戦争で殺されたというのが本当なら 考えてみたまえ二郎は脇テーブルを起こしその上に救急箱を置いて出て行った両目を塞がれ椅子に縛りつけられている男にとって立ってゆく時間がどんなに長くいかに退屈で苦しいかは想像以上であろう初めのうち男はひどく考え込むようだった彼らの頭脳は一般に単純で 刺激にに対すする条件反射は極端に傾きやすい。ある時は過敏に働き別の時は血丼に過ぎるしかもどちらも長続きがしない男は二郎の言葉に強く動かされたようだそれはある時間肉体的な束縛の苦痛をさえ忘れさせたように見えるその思考をもう少し続けさせることができれば 彼の自覚はは多少ななりとも変わらずにはいないだろう。しかしそれは間もなく中断される精神的薬味が起こり C はバラバラに崩れるそして肉体的な苦痛が彼の全部を捉える室内が暗くなり遠い事務室の物音や人声が次第に少なく低くなってゆく だが二郎はまだ現れない多分もう7時か8時にはなるだろう男は頭を反らせて椅子の背にもたれ何か口の中でブツブツ独り言を言っているしかしふと頭を上げる足音が聞こえるようだやっと来やがったこうつぶやくだがその足音は廊下ではなく 窓の外からら聞こえてくるらしい建物全体が震んとしているのでそれが下から上へ上ってくるのだということがわかる非常場所だなちっ夜晩か男は舌打ちをする足音はこの階へ達するそしてこの部屋の外へ近づくなんだ 突然ガッと窓ガラスが破られるガシャンガシャンと叩き破る金網入りなのでいっぺんにはいかない男は愕然と硬直するガシャンガラスの破片が床で音を立てるああここだ外で低く囁くそこにいる男は身を震わす 仲間だ。助けに来てくれた彼は叫ぼうとするだがそれより早く割れた窓ガラスの穴から拳銃を持った手が現れサイレンサーをつけた鈍い音が起こる暗い室内に閃光が飛び銃声が壁を撃つ俺だ待ってくれ男は絶叫する。早川大吉だ 喋りはしねえ撃たねえれてくれだが射撃は続く壁へ寝台の枠へ弾丸がブスブス刺さる男は悲鳴を上げ椅子と一緒にガッと横倒しになる銃声が止む倒れた男はうめく窓の外でヒュッと口笛が鳴る何かささやく声がする そして足跡が窓から離れる。男のうめき声を塗ってカタカタカタと何かが床を打つ細かい音が起こる男の体が激しく戦律するので椅子の足が床に触れるのだうめき声は弱まり強く波を打ち長く引き延ばされる「畜生」。 あいつらこんなつぶやきが聞こえる千田次郎が事務所へ帰ったのは午後8時10分である宿直の社員が彼を見て呼び止めるさっきから2度も電話だったという森口さんとおっしゃいましたこう聞いて次郎は息を止める すぐに電話機を取って聖ヨセフ病院へかける橋本五郎が出た急に容態が変わったどうもいけないらしい梶原がいないんだすぐ来てくれ次郎は廊下へ出るそこで止まって右手で街灯のポケットをたたくここで間を与えてはまずいこうつぶやくどうしよう

私は殺されます。誰がどうしたって。なんだ。君は転げているんだな。そんな声を立てないでください。お願いです。私をそっと向こうへ連れて行ってください。あいつらは私を殺しに来たんです。ああ、その窓から拳銃で。 静かにしてください。九。次郎は壊れている窓ガラスを見る。肩をすくめる。それから男の手足を解き放し、腕を取って助け起こす。男の足は痺れてすぐには立てない。彼は次郎の腕へすがりついて離れない。 お願いです。早く向こうへ連れていってください騒ぐことはない次郎は廊下へ連れ出す僕のそばにいる間は安心したまえだが訳が分からない誰がどうして君を足探りに歩きながら男はガクガクとひどく震えるあいつらです 私が何か喋ると思ったんです。それで殺しに来たんです。気をつけたまえ。階段だ。次郎は腕を抱えてやる。あいつらとは。しかしまさかね。だって仲間じゃないか。また階段だよ。それに君がここにいることをどうして知ったんだ。 でも、その他にあるでしょうかいえ、わかっています。畜生。あの、けだもの。降り切ると裏口へ出た。外へ出るんですか男は身をもがいた。嫌です。あいつらはまだ張ってるに違いありません。私ばかりじゃない。あなたも。僕がついてる。 車だ乗りたまえせせに男を乗せる。車は走り出す男は小さく身を縮めおびえた子犬のように震えているどんなにひどいショックだったろう絶えず口の中で独り言を言う「ニコのやつだきっとそんな声だった畜生方 見ていろ。車は橋を渡る。男は悔いと顔を上げる。私は言います。待ちたまえ。次郎は冷ややかに遮る。僕は今それどころじゃない？でも、あなたは言ったでしょう。私に。次郎は手を振りそっぽを向く。 男は両手を握り合わせ何かを絞るように揉む汗の音がする急いでくれ二郎は二度も運転手に叫ぶ車は大きく曲がり広い道へ出て速度を上げる病院へ着くと森口が受付のところに待っている彼はけげんそうに同伴者を見る二郎はその目にうなずきながらどうだと聞く うん、やっぱりラカンさんの目は暗い今夜いっぱいどうかって梶原は来た男の腕を抱えて階段を上る男の全身をまだ完結的に戦慄が走る疑惑と危惧が彼を圧倒し新たな恐怖で息苦しくなる病室へ着く 扉を開ける。梶原と橋本が振り返る沼井は口を開けてあえいでいるげっそりと頬が落ち額が骨だって見える次郎は男の包帯を解く沼井がギロリとこっちを見る梶原も橋本も次郎の連れてきた人間が何者であるかを了解する包帯は解き終わった あの人を見たまえ。次郎は男を病床の方へ向ける。あそこに寝ている人を。男の両目は腫れふさがっている。彼は手でしばらく目を押さえる。それから努力をしてまぶたを見開く。一度閉じて頭をふり、指でまぶたを押さえる。病床と。 のの人の姿が見える。君の撃った相手だ山椒銀行から逃げる時あの街角で君が撃った相手だ不意に男の靴のかかとが床を撃つその時沼井が「あ,あ」と声を上げた無謀で黒いジャンパーの男君か 痛ましくかすれた声で沼井が呼びかける起きようとするよく来てくれたよかったひと言言いたかったんだよ手を握らせてくれ男は立然と身震いをする次郎が肩をつかんで枕元へ押しやりその右手を沼井の方へ差し出させる それから沼井の鉛色の手を取り二つを合わせる男は惜しの葉のように震え頭を垂れる沼井は頭を傾けてみる僕は何とも思っちゃいない君は間違ったんだほんの過失さ僕は偶然流れ玉に当たったんだ ここにいる友達が君のために証人になる大丈夫僕の分は決して罪にはならない男の膝が大きく揺れる彼はうめきながら床へドシンと膝をつき号泣の声を上げて許しを請うリノリームへ 両手と額を擦りつける。勘弁してください申し訳ありませんそして意識不明の言語を続けさまに叫び衝動のように号泣する沼井が喘あ,ああやめたまえ泣くのはたくさんだ君は悪くない。 少しし勇気を出して取り返したまえ君はこれから生きるんだ医者が助手と看護婦を連れて入ってくる次郎は男を引き起こし抱くようにして廊下へ出る森口が後から来る3人は喫煙室へ行く

次郎は手帳を出す。集まる日もあるんだろう男は話す野田は5人だけの巣でおそらく当分そこへは寄り付かのであろう9人のうち4人は今関西へ行っている17日には戻るその日は必ず浦和でみんな顔を合わせるはずだ さもなければ神田小川町のラムという喫茶店が連絡所になっている二郎はすべてを手帳へ書き留めていったしかしまだ終わらないうちに廊下を走ってくる足音が聞こえ扉が開いた橋本が引きずったような目をしてこちらへ頷く危なそうなずく十 窓ガラスの向こうに見える空は青い。しかし紛れもなく春の青さだ鉢植えの杉の目に差している日も確かに春である次郎はジン・フィズのタンブラーを持ったまま話を途切らせてぼ然と空を眺めている梶原は大型アルバムを開きそこへ一葉の写真を貼っている森口はその手助けをしながらそれでどうしたと話を促す 郎は酒をする。それで終わりさ謎だよステファヌ・マラメルがうまいことを言って隙間はアナクロニーズムだそうだ40円のお返しで蹴りさ君の言うことの方がよっぽど謎だ相変わらず訳が分からねえ森口はのり壺を片付ける。一体成功したのか それとも失敗なのか。赤ん坊のある婦人を愛したらいいだろうこうも言ったよおまけに合成樹脂の連絡課長の千田次郎様に聞けばいいってさ頭がクラクラしてくるまるっきり寝言だ女は謎だ神秘だむしろ手品だ いはクリスチャンだったかいどうだか知らないが梶原が指を拭きながら身を起こす「主よ、我ら何時をたたう」いい言葉だった本音だったよ10秒ほど3人は沈黙する次郎は酒をすするそれから足を組む ところが広いものさ。マラメルがね人間は時に自分の居間を窓の外から眺めるものだこう言ってるんだとさ次郎はのんびりと微笑する窓の外からねこいつがピンときたんだいいかい彼は目を包帯している見ることができない 外から窓から窓ガラスを壊してガンガンとやればねっつまるところ楠田真理子城の掲示というわけさそれは悪知恵というやつだこんな場合でなけりゃ絶対に森口がつける。しかし千田がそんな知恵が働こうとは思わなかった。 こっちへ来ない間線だ君。書くよ。梶原がペンを持つ。次郎は立ってゆく。森口も頭を下げる。梶原は今貼ったぬまい誘索の写真の下へ一字ずつ掘るような字で書き始める。前例のごとく簡潔で決して長くはない。彼はその責任を果たしたり。 という句で終わる。三人は写真に向かって不動の姿勢をとり、それぞれのタンブラーを上げる。W. 観察。O.7. 次郎が囁くように言う。雑員突っ込め。承知したよ沼井君。今日がその日だ。 見ていていくれたまえ。そして一緒に3人は酒を干した南方の基地ではついに形容されなかった信号「W 観測 O7 総員ツッコめが」が今バッカスクラブのメンバーの上に掲げられたのである次郎はタンブラーを置いてゆっくり厳ビスを返すそうして窓際へ行って外を眺める 電話のベルがが鳴り出出し森口が出る。次郎は外を眺め続ける電話はすぐ終わる「野田からだまだ何もない」と言ってる3時だね梶原が時計を見るなるべく夜にはしたくないな30分経つ。階段を駆け上ってくる足音が聞こえる 乱暴に扉を開けて橋本五郎が入ってくる。帽子を脱ぐと汗で額へ髪が粘りついている。彼は裏輪だと言いながらまずテーブルへ行ってコップを取り、細本炭酸水を注いで飲む。むせて咳込み手を振る。裏輪、小川町のラムの張り込みが当たった。本町からは一課町が行くそうだ。 みんな集まりそうか。連絡の様子ではそうらしいと言ってる浦和へ知らせたから情報が来るはずだ梶原が二郎へ振り返る二郎はうなずいて街灯を取る森口が椅子の上にある帽子を取り二郎の頭に乗せながら「マクスウェルへ寄ってゆくか?」と言う二郎は大股に出てゆく 5時20分、次郎は浦和駅から四季へ行くバスを土合で降りる二十歳と小田の真ん中で道沿いに123軒のひなびた家がある昔掛け茶屋でもやっていたらしい店をほとんどそのまま「川魚料理」と書き出した家へ次郎は入る「すみれ会はどこ?」と聞くと若い女中が先に立って 土間を脇へ抜け池を回って裏へ案内するわらぶきの古ぼけた百姓屋を改造した別座敷に5人ばかり背広服の男たちが雑談している次郎は黄色のバッジを見せながら靴を脱いで上がった「随分遅いなまだ誰それは来ないか始めたらどうだ」出まかせの声を上げて 彼らは二郎に席を与える「五人目がさっき入りました」男たちの一人が二郎に言う「この店から蒲焼きを注文しています」「七時頃に」と言ってましたそうですか「五人」「もう二人来れば」二郎は煙草を出す。 箱を三つ男たちにすすめてライターをこするそばにいた一人が自分のを出してつけてくれる部長のライターはよくつきますね向こうでそういうものがある部長はすすめられたたばこをとるライターはつくがたばこはたいてい切れている和やかに笑い声が起こった 116時近く梶原と森口が来たその少し前に7人集まったという報告が入っている20分過ぎて橋本が捜査一課長と一緒に到着する打ち合わせはすぐ済み女中が料理を運び始める7時5分前「蒲焼きが届いた」と知らせがある ゲコらしい女が3人来ているという20分経つと4人が立ち上がるすっかり暮れている曇っているので暗い次郎が先になって街道を左へ折れ細い道を南へ一丁余り行く低い猫柳の並んだ田川の畔に出るとそこを東へ折れて林の中へ入る何のことはない 四角形のほかの三辺を回るようなものだ千田二郎が二度来て調査した道であるそれはやがて坂になり小高い丘へ上る上には中流住宅が30戸ばかり庭を広くとってとびとびに建っている二郎は畑の中へ入って防風林を巡らせた農家のような構えの一軒へ近寄るどこかで犬が吠えている ドブがあるよ。二郎はこう言いながらカキになっている三五時の隙間から中へ入る少しぐらい音をさせても大丈夫だよ倉庫の裏だ三人も続いてをくぐる。暗くてよく見えないが56軒先に大きい倉庫がある二郎はその壁に沿って北側へ回り三人をそこに待たせておいて一人で東側へ行く 倉庫の向こうこのに住居が見える。2階造りで開花は暗いが2階の障子に電灯が明るいそこまで30軒はあるだろうかすかに女の笑い声が聞こえている次郎はしばらく見ているそれからさらにそっちへ向かって進むが戸の滑る重そうな音が聞こえたのでぴたりと壁へ張り付く 倉庫の中から出てきたものがある出てくる後ろからすなわち倉庫の中から呼びかける声がするいっそう犬も呼ぶかしかしあいつはいやあいつはいい犬はやっぱり伸ばしとけあいつはゴテてうるせえ来ると言ったらしょうがねえがおはんがいるから動かねえでしょう 表の男がそう答える。今夜あたり大野木がいたら収まらねえところだ。太一もおはんにゃー入れ上げてましたからね。男は住居の方へ去る。次郎は戻る。そっと3人のところまで戻ってごく。小さく声をひそめて囁く。倉庫の中に1人いる。 彼らはこの中へ集まる。もう少し見ているからそしてすぐに東側の角へ引き返して見張る空気が冷えてきて寒いタバコが欲しくなる2階の障子に人影が映り大きく揺れて消えるけたたましい女の笑い声が起こるまもなく階画の暗い玄関から人が出てくる2人3人 風引きらしい咳をしながらあまた名所のあるところ妙な節で歌うやっぱり東京の方が寒いぜそして倉庫の中へ入っていく45人はいるゴロゴロと重たげに戸の滑る音がする向こうの2階でまた女の笑い声が起こり男がダミ声でわく 二郎はそっと三人のところへ引き返した入った二郎はこうささやく住居の方に一人いる橋本に頼むかよかろう橋本は振り返るもう来ているだろうな梶原が畑の方へ向けて懐中電灯を点滅する闇の中からパッパッ ぱと点滅の答ええが見える。三度監修が繰り返されて間もなく人が近寄ってくる一課長と部長が2人だ次郎は簡単に説明して彼らを東側の角へ導く配置の打ち合わせはすぐ決まる一課長が4人の手を順々に固く握る非常に凶暴ですからそのおつもりで 次郎が先頭で森口と梶原が続く霊の乾きが始まる石段を3つ登ると戸口だ次郎は大股に戸口を入る暗い井戸まで閉まっている中田の隙間から光が漏れている僕に任せてくれ次郎が言う死ぬばかりが食材じゃないと思うせんだ

その時二郎の時郎右手で拳銃が火を吹く。文句なしの断固たる射撃だ銃声がすさまじく室内に反響し物の砕け飛ぶ音と悲鳴が起こる超えた男がまず倒れ一人は逃げようとして椅子もろとも飲める二郎は中へ入り最後の2発を撃つ身動きもしちゃいけない。 彼はやや震える声でしかし静かに言う「外は武装警官で取り巻いている今夜は容赦なしだ下手に動くと命はないそのままじっとしていたまえ」新聞に9人組強盗団検挙の記事がデカデカと出た日東方合成樹脂の連絡課へ 中年の洋装婦人が訪れてきた。秘書の宮田少が出る。婦人は、銀座のパリジャンから参りましたが、とういう、どういうご用でございましょうか。千田さんとおっしゃる課長様のご注文で、お子様服の寸法を取らせていただきに参ったのですけれど、子供服のですか。 嬢は首をかしげる。今課長がちょっと出ていまして私何も伺っておりませんのですが子ども服といってもここにはそういう確かにそうおっしゃっていましたわ夫人は機嫌を存じたようだ大変忙しくて手前どもでは出張はいたさないのですが是非というお話で特別に参ったんざんすの。 お出先はお分かりにならないでしょうかはあちょっと分かりかねますけれどそれらしい子どもさんはいらっしゃらないんでしょうか夫人は部屋の中を見回すそこらに隠してあると思ったのかもしれないそれからツンとあごを上げる手前どもは本当に多忙なのですからねえ 銀座でも第一流で決して出張はしないんざんすからではいらっしゃいませんのねはあなんということだろう忙しいのにパリジャン女子はあごをそらしたまま出てゆく秘書は自分の机へ戻る子ども服何のことだろうペンを取ると電話のベルが鳴る ああ、僕だよ次郎の声である忘れていたんだね出るとき言おうと思ったんだがあれをさ急いだもんだね聞こえるかいはいよく聞こえますわ君のところへ洋服屋が行くんだもう行った頃だと思うが寸法を取りにね 僕の贈り物だよ。遠慮はいらないからね好きなように注文してくれたまえありがとうございますけれどその方は今帰りましたわ年子城は笑いだす大層怒ってお帰りになりましたよ何だってまたどうしてさだってしようがございませんわ 年子城は一言ずつはっきり言う「私に子供服は着られます？